どうもケイチャンネルです。今日はねケイタとフォトークのまとめ神楽坂ということでね、皆さん大好きな神楽坂に、ケイタとフォトークでね行ってきましたので、そんな写真ね紹介していきたいと思います。でケイタとフォトウォークの神楽坂っていうのは10月22日の火曜日、26日の土曜日ね、14時からちょっと午後のね時間帯に、行ってきました。カメラというのは下の時間というと坂がねやっぱり多いですよね。坂の街だし、あと石畳があったりとか懐かしい風景があったりとか、意外と食がね充実、もともとフランス大使館さんが近くにあったのでフランス料理なんかも充実しています。でそれだけじゃなくて和食なんかもねたくさんいろんな小さいお店がねいっぱいあるような、そんな街ではありました。はい、今回はね下にも写真にもあるようにちょっとセピアを使って撮ってます。じゃあ最初は 40mm の方ですから、まあ標準レンズよりちょっと長い感じ。これね飯田橋の駅で集合したんですけど、飯田橋の駅綺麗になったじゃないですか。綺麗になってテラスみたいなところできたの。そこ上がってあげるとこんな風にちょうど光もいいですね。この日光良かったね。秋ですからこう、まあ、光が伸びてくるじゃないですか。優しい感じの光が伸びてくる。でこれブラックミストナンバーワンっていうのをつけてますから、ちょっとふわっとした感じ、ちょっとなんかセピアと合うでしょ、このふわっとした感じが。まあそんなのもあって、この時はブラックミストナンバーワンというソフトフォーカスフィルターを使いました。はい、でまあこんな感じでのれんをただ撮るんじゃなくて、ちょっとね植木越しに撮ってあげると、それだけで雰囲気出てきますね。でちょうどなんか番屋さんがあったりしますよね。上のあたりでちょっと裏に入るとあったりするんですけど、そこからちょうどね着物着たお姉さん出てきたので、ちょっと離れておいて、もう完全にこれ昭和の風景よね。止まってる車は令和ですよ。平成か令和の車ですけども、全体の雰囲気とかね、このセピアの感じからするとまあ昭和な感じになるかな。それも昭和の最初の方のね感じになるかな。まあそんな感じでこうちょっとね雰囲気変えるだけ、こうやってセピアをやったりするだけで同じ街撮ってあげても全然雰囲気変わりますね。でこのソフトフォーカスフィルターっていうのも結構面白いので、ぜひね試していただければいいかなと思います。はい、こういう感じでね、でまあフランス、さっきも言いましたフランス料理をやられてる店あるんですけど、まあこういうのも綺麗な感じで、これはあえて正面からね形の違う形が組み合わさっているところを見せるために、あえてこれはね真正面から、撮ってます。こういう時はねできるだけ正面で、まあちょっと水平ちょっとずれてるかなっていう感じになってるんですけど、水平垂直も合わせてあげる。そうすることによって空間を見せるんじゃなくて、この形ね、いろんな形が重なっているっていうのを、見せてあげることは、そこに集中してねもらえるようにできるんじゃないかな、そんな風には考えています。ではさらにこのね煙突が、お風呂屋さんがあるんですよね、この下に。でその煙突がこうビルとビルの間に、この時も本当にこうシンメトリーじゃないですけど、ビルとビルのねこの空いた空間のところにきれいに収まるように、していただけるといいですね。まあ中、まあ標準よりちょっと長い感じなのでね、こういう形を見せるっていうのには非常にこの 40mm DA40mm ね向いてるんじゃないかな、そんな風には思っています。でちょっとこれ浮き上がらせる感じもいいんじゃない。この時はねこの壁からちょっと出てたんですけど、この壁の存在感をなくすようにできるだけ、ま、真下にね入るような感じっていうのも必要になってくるかなと思います。でちょっと歩いてるねジビエ料理屋さんっていうのがあるから、そこに書いてある手書きなんですよね。これ窓にこう白いペンで手書きされている文字が、やっぱり手書きってあったかいですよね。まあそういうのを撮ったのが一番で、これはまあこういうまあ、黒いっていうかね、昔の臼ですよね。臼に水をためて、まあ、料亭さんのね玄関前に置いてあるのを取った一枚になります。ですからもうこれ臼っていうのを分からせる取り方もあると思うんですけど、まあこの標準に近いレンズで撮るときはできるだけこう要素を減らしてあげてね、この中の浮いてあるというか沈んであるねこの金魚の置物だけ、あとこれ左側にあるの実は亀なんですよね。亀なんですけど、そこを見せるんじゃなくて省くことによって視点を集中させるっていうのが大事になってくるとね思います。これもねこれ懐かしい、これ知ってる人は知ってると思うんで、これはね結構神楽坂も結構ねまあ整備されて綺麗になってるところもあったりして、お店も変わったりして建物も結構変わってるんですけど、この看板は昔からあるのよね。あるのだから、あえて後ろに電柱あるじゃない、あれはあえて入れてあるんですよ。電柱入ってる方が昭和感出てくるじゃない、懐かしい感じ出てくるじゃないですか。あえてそのシンプルにしないで出してあげたのはこの1枚になります。はい、で赤城神社さんの方にね行って、まあちょっとこう、まあ、夜になりましたから2時間ぐらい、2時間ちょっとかな、この日ちょっと途中で休憩してとか
ちょっと美味しいクレープ屋さんがあったので、まあ、そこでみんなでクレープ食べたりしたんで、結構そこも、ね、夕暮れすぎてね、なっちゃったんですけど、まあ、その代わりこの光が灯った感じが、撮れた一枚になります。やっぱりこの光が滲んでるのもブラックミストナンバーワンの、効果になります。で、ブラックミストナンバーワンって、こういう夜景撮るのにもちょっと一時期流行ってね、ちょっとこの滲みが強すぎるっていうんで、効果が弱くなったら0.5 0.5 っていうのもあるんですけど、僕はナンバーワンが好きでずっと使った。あの暗い部分のね、シャドウの部分が緩くならないっていうのは、まあこのブラックミストのいいところかな。で、光だけが柔らかくなるっていう感じに撮れます。で、次の日はね、21ミリ使ったんですけど、最初ちょっとね、21ミリ久々に使って広角なんで、あれちょっとまとめづらいななんていうふうに思って、まあこういう部分的なところにね、寄って、まぁ、ちょっと空間を使いながら、撮った一枚に、なります。まぁ、そういうふうにね、あれ、ちょっと今日この画角、自分に合ってないなって思ったりすることもあると思うんですよ。それでも単焦点1本しか持っていかないのよ。そこでどうするかが、まぁ、腕の見せ所だし、こう、アイデアがね、また湧いてくるチャンスだと思っていただけるといいかなと。構図の中が広くなっちゃう。いろんなものが入ってしまうので、どう省くかっていうので、半分ぐらいはもう壁にしちゃって。で、遠くに、ポツンとね、車がこっちを見ているような雰囲気を狙ったのがこの1枚になります。まあ、次はこういう上を見上げた感じで、まだ今年ちょっと紅葉ね、遅くて、まあどっちにしろセピアで撮ってますから、そんなに紅葉関係ないんですけど、でもやっぱり紅葉の時って葉っぱ薄くなってくるでしょ。薄くなってくるとこういう光がね、漏れてくる感じっていうのも非常に綺麗になりますから、まあそんなところを狙った1枚になります。で、これはお店がまだ開く前ですから、で、このクローズドっていう文字をね、あえて読ますようにしっかり撮ってあげる。やっぱり文字って読んでしまう、読まれてしまうから入れない方がいいってよく言われるんですけど、入れるときはこうやって思い切りね、アクセントになるように入れてあげる。だからこの空が空いてる空間になるように自分はローアングルにするんですよ。これアングル下げないと、このクローズドっていう文字と後ろのビルが重なっちゃうでしょ。重なっちゃダメなのよ、これ。文字をしっかり独立させるように、あの背景のね、空のところで分離させるようにするためにローアングルから撮った一枚になります。で、これ歩いてる人ね、こう歩いてるこのタイミングだよね、歩いてるこうクロスして、足がクロスしてるね、タイミングになるように、まあ狙った一枚です。こういう時に連写とかしないでくださいね。呼吸を合わせるんですよ。歩いてる人に呼吸を合わせてシャッターを切ると、まあいいタイミングで撮れるようになると思います。これなんかはね、ちょっとこれニンニク専門店っていうところなんですけど、まあ、そこにオブジェが置いてあったりするわけで、そのオブジェを見せたいんだけど、後ろのメニューの文字が見えちゃったりするじゃないですか。ピンと合っちゃうわけだ、広角だからね。このレンズ絞りも 3.2 ですから、まあ絞りが空いたところでこの距離の差だったら、このオブジェと後ろのメニューとの距離の差だったら読めちゃうんですよ。でもあんまりここでは文字を読ませたくないので、できるだけその差がね、オブジェと、後ろのメニューの文字の差が、距離の差ができるように、まあ、ローアングルから撮った一枚になります。だそういう感じで、こう距離をコントロールしてあげることが、ボケを作ることだし、自分が狙ってる被写体をどう画面の中で目立たせられるかっていうふうなね、ことにつながってきますので、だそういう意味でも、こういうコンパクトなね、今回この時使ってたのは21ミリって、非常にさっきも出ました、これです。21ミリ、ちょっとボディにつけてみましょうか。21ミリってこの状態でも非常にコンパクトでしょ。コンパクトで、ですから機動力は持てるわけで、 1本しか持ってないから、もうこのレンズでどうするかっていうふうに考える方、街の中で被写体が見つかりやすくなる、そんなふうなことを僕は考えています。はあ、これはもう逆にね、レンズの広がりを使いながら、でも上は空間ね、抜かないように葉っぱが重なるように、でその奥の方に子供たちがいる。でこの火の用心だけじゃダメなんでしょ。やっぱりこの奥に子供たちがいることによって、この街の様子っていうのが出てくる。で、離れたところで撮ってるんですけど、子供たちっていうのはやっぱり目立といからね、あ、撮られてるとか思ってポーズとかしてくれちゃったりするわけ。まあ広角で撮ってるから、そんなにね、そんなところは分かんなかったりするんですけど、まあそういうのもいいんじゃないか。先ほどこれね、あの40ミリの方で撮ったやつなんですけど、この時はちょっとね、空間をうまく入れながらで、実はこれピント映り込んでるね、風景の方にピントね、合わせてたりします。そこで変化をつけた。で、これ、料亭さんの方にね、あの、石畳のあるところ歩いてて、結局、今回は、石畳撮った写真が、まあ、何枚か撮ってたんですけど、一枚もなかった。なぜか、この日雨が降らなかったから、やっぱり石畳は雨降ってる方がいいんですよね。で、まあ、関係ないですね。で、これ、料亭さんの看板ね、文字をあえてこの時は隠した。隠す
アングルに入ってこの風情みたいなところを見せてあげて、やっぱり後ろの木漏れ日がね、この時もブラックミストナンバーワンつけてますから、滲んでる感じでとっても雰囲気出ますよね、雰囲気出ますよね。だからそういう時に文字があるとやっぱそこが気になってくるじゃん。だからそこういう場合は文字を出さないようにするっていうのが大事なポイントになってきます。で、まあ、あとはこういうふうにね、いろんな細い路地がやっぱりあるのが神楽坂の面白さなんですよ。まだまだ綺麗になっているところはたくさんあります。ここもだからその奥の方はだいぶ綺麗にはなってるんですけど、まあ、ちょっとあえてね、路地裏っぽい感じ、手前のやつなんか本当は邪魔でしょ。あえてこういうのを加えて、特に広角レンズですから加えて、まあこういう路地裏っぽい感じのね、雰囲気を撮ってあげるっていうのもいいんじゃないかな、そんな風には思っています。はい、じゃあ今日のねまとめでございます。セピアの哀愁なんです。ぜひね、まあ、カメラにこれ寄ると思うんですけど、まあ、モノトーンの設定、モノクロの設定にしてあげるときに、こういう調色でね、セピアなんていう設定がね、あるカメラ多いと思うんですよね。多いと思いますので、ぜひ、使ってみて。で、その時ちょっとソフトフォーカスフィルターかけてみるっていうのが結構おすすめです。セピアにはね、ソフトフォーカスフィルターのね、光学式のソフトフォーカスフィルターレンズ、ちょっとね、つけていただけるといいんじゃないかな。そんな風には思っております。はい。じゃあ次回、ケイタとフォトウォークの予定です。11月の、ね、26日火曜日、29日金曜日、11時からね、空の森と神宮外苑ということでね、お送りして、空の森って何かっていうと、新しくできた国立競技場あるですね、あの外周上の方なんですけど、外周ぐるっとね、周遊できる空間がね、あります。そこ開放してる人、開放してない日あるんですけど、この26日と29日開放してますので、そのビルでいうと5階ぐらいの高さになるんじゃないかな、もうちょっと高いかな、6階ぐらいの高さ、そこから見る街っていうのもなかなかいいです。その空間もすごく綺麗に、ね、整備されてますから、まあ、そんなところと、まあ、神宮外苑、ちょっとまだね紅葉残ってたりすると思うんで、まあ、そんなところを撮影したいと思っております。で、お申し込みと問い合わせは佐々木啓太の方にメッセージをください。じゃあ今日この辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価の方もね、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた皆様とお会いいたしましょう。